はい、皆さんこんにちは、マナルギルフジです。では今回はゲレンの予防ジオンの系譜ジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回は激戦の末ルナ2を攻略しましたので続きを行っていきたいと思います。第2次ブリティッシュ作戦を発動します。サイド7を使いコロニー落としを行うということですね。各部隊に作戦の開始を通達。なのでルナ2を攻略した部隊でサイド7を、ね攻略してそのままジャブローにコロニー落としを敢行するという作戦です。ルナ2を失った連邦に落下するコロニーを止める力はもう残っていなかった。第2次ブリティッシュ作戦は成功です。コロニーはジャブローに落着しました。現在ジャブローの被害状況を確認中です。さあこれを機に一気に攻め込んでいきたいところなので、まずは北米大陸カリフォルニアからメキシコへ侵入を行っていきます。ジャブローは32ですね。南米は0、メキシコに14入ってますね。これをじゃあ踏み潰していきましょう。まず大西洋の2位の部隊はこのままここで待機させます。ここにはですねシャアの頭獄隊がずらっと入ってる状態ですね。第2次ブリティッシュ作戦の成功によってジャブローの対空防衛網は完全に無力化しました。これでジャブローへの降下上陸が可能です。ジャブロー降下作戦を提案します。はい、ジャブロー降下作戦提案されました。これ事実上ジャブローに侵入可能になる作戦になると思います。早速発動だけしておきたいかなと思います。これで全てが終わる。全軍に作戦の開始を通達せよ。さあジャブロー攻略作戦です。これより我が軍は南米ジャブロー連邦軍基地に対する降下上陸作戦を実行する。再び行われたコロニー落としによりジャブローの対空防衛網は完全に無力化した。そればかりかジャブローは連邦軍本部としての機能すら失いつつあった。30年もの長き間我々は屈辱に甘んじ苦渋を舐め続けてきた。だがその歴史は今ここに終止符を打つ。連邦にもはや兵はなく我々はもう何者からも束縛を受けることはない。今こそ我々優良人種たるジオン国民が新たなる人類の歴史を築くのだ。はい、では早速ですね、まずは頭獄隊を侵入させましょう。それで、このジャブローに、ね、展開している敵部隊の数とあとはその内容、それと生産もね止めていきたいと思います。今これだけの兵器をジャブローで生産されて部隊数65という数なので、まずはそうだなユーコンあたりとズゴックシャアあたりを侵入させて、様子を伺いましょう。敵のね、中身を確認していきます。その間にメキシコからさらに部隊をね南米大陸の方に上陸させていきたいと思います。メキシコは攻略済みです。メキシコもねなんか夜遊びスポットはすごく多いよと、まあ、治安はともかく夜遊びスポットは多いよなんて話はよく聞くので一度はね遊びに行ってみたいなとは思うんですけどね。なんかイギリスの方ではどうやらコロナウイルスの変種が確認されたという話も出ているようなので収束まではまだまだちょっと先が長そうですね。モビルスーツはドームを生産しておきます。で一つ前のターンでですねファットアンクルを8機作りました。まあ、これは南米大陸ジャブロー攻略のための輸送機として使う予定です。ではジャブロー攻略戦本格的に始めていきましょう。まず第一波攻撃隊として
シャアの率いるズゴック隊ですね。具体的な数はですね、ズゴックが23、ドダイプラスザクが7という編成です。で、この後、北米大陸からはガルマの部隊がやってきますので、ガルマの部隊とうまく連携してですね、このジャブロー攻略を行っていきたいと思います。まずは、ここにいる敵の潜水艦かな？潰していきますか？で、このズゴック隊に敵が寄ってくると思いますので、寄ってきたらですね、敵の航空隊だったり、水陸両用モビルスーツなんかを先に潰して、敵の数を減らしておきたいと思います。北米大陸から来るドーム部隊をね、すんなり迎えられるように、段取りを作っていこうというのが今回の目的になります。敵の士官数24っていうのもすごい数ですね。部隊数65なので、まあ3機に1機以上の割合で確実に敵顔持ちユニットなってるっていうねことになるのかなと思いますけど、まだ敵出てこないだ。ちょっと潜水艦を先行させて敵の様子を伺いましょうか。さあ敵が出てきましたね。潜水艦がちょっと犠牲になっちゃうかな。潜水艦がやられましたね。まあこれは仕方なしと諦めましょう。直撃！ただ釣り出した敵の部隊を確実に潰していきます。敵を釣り出したので、これで敵をね、ちょっとずつでもいいので減らしていきたいと思います。ジャマイカンだな。ジャマイカンもいるから、ジャマイカンと戦うのは初めてかもしれないですね、このジオンの系譜になってからでは。私に勝つことはできん。まあとにかく相手の数は多いので、できるだけ数を減らして、特に航空戦力ですね、戦いとはいつも2手3手先を考えて行うものだ。よく覚えておくのだな。ズゴック隊が奮戦してくれれば、その分ガルマのドム部隊が入ってきた時に敵を相当しやすくなるんで、まあ、消耗は覚悟の上でここはズゴック隊をある程度強行偵察させていきます。ではここでですね、ガルマの北米軍がジャブローに侵入してくれています。これで一気にね、東と西からジャブローを攻めていきましょう。このファットアンクルを大量に用意したことによって遅れて入ってきた北米軍ですけど、スムーズに進行できそうですね。このファットアンクルが、まあ、いつまで使い物になるかという、まあ、問題もありますが、これで同じタイミングで東西からね、敵を挟み込むことができそうです。水中型ガンダムも多数出てきてるな。これはちょっと厄介ですけど、まあ、ズゴック隊で、殲滅を図っていきましょう。今確認したらアムロやユーは水中型のガンダムに乗ってますね。まあ普通のガンダムや G3 ガンダムに乗られるよりかはよっぽど水中型ガンダムに乗ってくれてる方がいいかな。さあシャアのズゴック隊は大方は敵の部隊を殲滅しましたね。これで一息ついたらガルマの部隊と合流するべくジャブロー中心地へ向かっていきましょう。よく覚えておくのだな。今日から私はララの命令で動く。そりゃそうだろう。ララの方が優れているのだ。いえ、そんなことはありません。私が教えた以上にやってみせてくれた。敵の数もだいぶ減ってきましたね。このまま押し込んでいきましょう。これで制圧完了になります。ジャブロー攻略完了です。全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の掃討戦に移行します。連邦軍本部、ジャブローの制圧に成功しました。これで第一部は完了になりますかね。ジョン軍の完全勝利。そのエンディング見ていただきましょう。連邦政府は戦いの敗北を悟り、
ジオン公国の降伏勧告を受け入れる。終戦条約は圧倒的な勝利を収めたジオンの要求通りに決定し、連邦政府に対しサイド3の独立自治権と連邦軍の武装解除を認めさせた。そして地球上の主要な都市がジオン公国の管理下に置かれ、連邦政府はその実権を失った。だがそれがアースノイドたちの反感を生み、後に起こる反乱のきっかけになろうとはこの時点では知る由もなかったのである。ではここから第2部に移行していきます。後に一年戦争と呼ばれた凄惨な殺戮劇は幕を閉じた。人類はようやく平和を取り戻したのである。しかし終戦を迎えたことにより、地球連邦政府とジオン公国の対立は、地球に住む者と宇宙に住む者との対立へと、その意味を変化させていった。この戦争をきっかけに歴史は大きく動き出す。次なる戦いのための終戦、破壊のための建設、この一時の平和もまた新たなる混沌を迎えるための休息でしかなかった。歴史の果てから綿々と続くこの愚かな行為は、人類が存在し続ける限り続くのだろうか。遥かな宇宙の闇を照らすのは人々の希望ではなく、戦いの炎なのだろうか。人の核心たる新しい人、ニュータイプの出現は時代を照らす光明となりうるのか。人々の平和への思いとは裏腹に、戦いは予期せぬ第二幕を迎える。ジオン公国は一年戦争における圧倒的な勝利によって地球圏の覇者として君臨していた。有料したるジオン国国民による地球圏の管理運営は実行に移され、ギレンザビを中心とする独裁政権が誕生したのである。だがギレンはその覇者たる地位に自らの手で終止符を打つ。地球自治への徹底的な介入がアースノイドの反感を招き、地球至上主義を唱えるティターンズを生み出す。また旧ジオン派に対する弾圧は、ジオン大君の嫡子キャスバル大君によるネオジオンの決起を促す。だがこの事態に対しギレンは全く動じなかった。全ては敵対勢力を一掃するためのギレンの策略だったのだ。より完全なる支配を目指すギレンの野望はとどまることなく、新たなる惨劇の幕は開ける。
連閣下、計画通りです。キターンズおよびネオジオンは我が軍に宣戦を布告しました。ここまでは読み通りの展開だな。だが敵の戦力が予測よりも多いようだ。ジオンの勝利を心よく思わない連中が予想以上に多いということか。しかし敵の数がどれほど多くとも所詮は烏合の衆に過ぎません。ジオンにあだなす者などこのデラーズが蹴散らしてみせます。うん、予定通り戦いを開始する。全軍に伝えよ。これより我が軍はティターンズおよびネオジオンに攻撃を開始する。愚かな者どもに裁きの鉄槌を打ち下ろすのだ。はい、では第1部のエンディングと第2部のね、シナリオ導入部分ご覧いただきました。今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、第2部ネオジオンとティタンズとの戦いプレイをしていきたいと思います。